こんにちは、ハイジーです。さあ皆さん、というわけでなんと我がハイジー名作劇場のチャンネル登録者数が8000人を突破しました。というわけで今日はですね、こちらつけ麺の大正軒さんに来ておりまして、ここで麺 800g 完食にチャレンジしてみたいと思います。つけ麺の第4玉850円、4玉どんくらいなんでしょうね。今店員さんに聞きましたら、つけ麺の台が、640g ありました。そんなわけで、つけ麺の波を頼んで800にしようとしたら、波の方が 320g なんで 960g になりました。ちょっと今正直ビビっております。来ました。いや、スープやっぱうまそうですね。で、まず麺、台が、でこれ伝わるの、このでかさ、このでかさ、そしてさらに、でこちらも十分いっぱいあります。それでは、麺 1000g、いってみたいと思います。結局今、腹ペコできてるし、もう絶対うまいからさ、そこも間違いなくいけると思うんだよね。ほら、めっめっちゃうまそう。うん、おいしい。おいしいけど、これマジ、これ、ま、これマジなの、これ、うわ、これめっちゃ重いもん。うまいんだけど、スープがあっさりでありながら物足りなさがなくて、甘みがあって、ちゃんと味がしっかりしてるんだよね。これが不思議なんだよ、大正軒。うまいうまい。では、まだ全然うまい。変ない。全然変ない。減る感じが全くしないもん。こんくらいガッと取るよ。ガッて取って、ね。取ってこっち入れるよ。ね。でこっち見て、減ってないの。店員さんがなんかすげえいい人だからさ、なんか裏切りたくないみたいな気持ちが芽生えてるんですよね。ちょっと今気分転換にこっちのちっちゃい方の麺を処理してます。まずこっちやっつけてからでかい方行きましょう。無理な気がしてきた。ちょっと削り節を入れて味をね、ちょっと変えていきましょうか。そろそろね、やばいです。おいしい。削り節入れてまた味変わったからいけるな、まだしばらく。なんとかこっちの丼だけでも今片付きます。はい。ただこれ不思議なのが、結構こんだけ麺食ってもスープが薄まんないんだよね。これやっぱもうすごい名店だけあってこだわってんのか知んないけど、すごいと思います。ちょっと今頑張った。結構でも減ってきましたよ、皆さん。ここの距離が出てきましたもんね。ただもうきついよ。美味しいもん後に残すタイプだから、正確的に取っといてあったチャーシューが今となってはうぜえ。お酢でさっぱりさせていきましょう。美味しいな。美味しい、すごいな。なんで味が未だに美味しい。いよいよわかる。ここまで来たよ。あとちょっと、約 1000g いったね。これもう一息、ここでギブするわけにいかないよ。いやいけるんだねこれ。水も飲むのちょっと躊躇するくらい腹いっぱいだな。やばい、麺しか食わないようにしろ。もういよいよ最後の麺です。ここまで来たよ俺。すげえ、全部入れちゃおう。これが最後の一すくい。いきました。ほらもう何も出てこない。ほらほら、あ、これだけ食べよう。というわけで 1000g
達成でございます。実は今日ね、この対象券が町田にあるということで、町田の実家に帰ってきて、ちょっとゆっくりしてからでここ来て、でね、そのまんま自分の普段の家に帰ろうとしたんですけど、多分今からもう一回実家に帰ります。